寝癖かと思った。どこにどう寝たらこうやって寝癖がつくんだろうって今びっくりしたけど、寝癖じゃなかった。こうやって触ったら全然寝癖じゃなかった。とんでもない寝癖ができてると思った。カズヤ22さん、タカヒデさん、ありがとうございます。パパさん、シューマニアさん、ありがとうございます。レム太郎さん、ただの魚さん、ありがとうございます。おはようございます。ね、すごい寝癖ができてると思って、どんな寝方したんだろう。レム太郎さん、坊ちゃんさん、ネアレスさん、ありがとうございます。おはようございます。ね、寝癖ない、珍しい。ただの魚さん、トムトムさん、ビーバーさん、ありがとうございます。はるみさん、キタさん、ありがとうございます。キュウリでおはようございます。寝相はね、そんなに悪くないと思うんだ。うん、わかんないけどね。噂によると悪くないらしい。眠たい。うん、正直眠たい。ごめんけど私に、そう、先にね、お仕事の時間まで今日まだもうちょっとであるから、配信したらもう一回寝るよ。ごめん、ちょっともう一回布団に入る。許して。おはようございます。キシャキキュウリさん、メイビーさん、ありがとうございます。明日ようやくコナンが見る、いいなぁ。ケンちゃんさん、ありがとうございます。いいなぁ、ごめんね、ちょっと二度寝しちゃうかも。そう、今日はちょっと長丁場になりそうなので、寝だめは大事。人間寝だめはできないって言われてますが、私は寝だめできるタイプだと思っているので、そう。ゴーゴさん、ありがとうございます。ケンちゃんさん、ありがとうございます。目覚ましかけなきゃと思うじゃん。もう昨日の夜の時点で2回分目覚ましかけてます。準備すごいしてる。華麗に日向を語る詩人になりたくてさ、ありがとうございます。はやったーさん、きたさん、ありがとうございます。お腹はね、今空いてないの、だから寝るわ。だから寝るわ、もうおかしいけど。けんちゃんさん、華麗に日向を語る詩に飲みたくてさ、北の住人さん、ただの魚さん、ごちゃん、ありがとうございます。あ、そう、昨日作ったスープに結局何、溶き卵入れた。そう、なんか卵入れた方が美味しかったから、そう、昨日卵を買ったから、そう、昨日じゃね、昨日一昨日か、一昨日作ったスープあるじゃん、あれに、そう、溶き卵を入れました。美味しかったです。けんちゃんさん、パパさん、ありがとうございます。おはようございます。りょうたくん、お仕事頑張ってください。頑張って。いいさん、しんねちゃんさん、ありがとうございます。そう、美味しかった。なんか卵入れた方が美味しい気がしたから、あ、なんかコンソメスープじゃないのかなと思った。あ、でもコンソメスープか。今日の色は青。
けんちゃんさん、マキーサさん、ありがとうございます。ケロックにさん、ユーマさん、ありがとうございます。見た配信したら目覚めないと思ってるでしょ。今結構ね、開始8分、まだ目あんまり開いてないから大丈夫、いける。ビーバーさん、お仕事頑張ってください。電信ません、おはよう。みんなは元気ですか？朝から、朝からそんなに元気ない？痛いよね、わかる。めちゃめちゃ眠たいよね。夜勤終わって、うん、お疲れ様です。それは早く寝ましょう。ちょっと悩んでるな、どうしようか。ちょっとね、起きる時間遅くしようかな。目覚ましかける時間でもわかんない、寝れるかわかんないね。まだ40分になってないからさ、配信終わる頃にさ目覚めちゃってるかもしれないね、わかんない。今から車で出勤です。頑張ってください、気をつけて。眠たいの、早く目覚ましかけずに寝たい。おかゆさん、ありがとうございます。カニ味噌さん、ありがとうございますね。早く目覚ましかけずに寝たいです。にゃんこ先生さん、お仕事頑張ってください。いらっしゃいませ。朝鮮麺美味しかったよ。食べてみてほしい。真っ暗じゃないと寝れないタイプ？普段真っ暗にして寝るけど、真っ暗じゃなくても寝れます。意外とどんな環境でも寝れる気がする。バスで寝る大事ね、ちょっと見つけた時間で寝るのって大事だと思います。私ね、移動でねすぐ寝ちゃうというか、なんか車とか電車とかバス乗ってたら絶対寝ちゃうんだよね。そう、ああいう乗り物系のね揺れに弱い。そう、乗ってたらすぐ眠たくなっちゃう。北の住人さん、ありがとうございます。そう、眠くならない曲だって、ああ確かにそれはあり。こうちゃん、ありがとうございます。でもそう、私がそうやって電車とかバスとかで寝れるのは起きるんですよ。自分が降りたいちょっと手前ぐらいでプッて目が覚めるの。もう自分がなんかね降りたいところ、駅とかバス停とかのちょっと手前で目が覚めるんですよ。そうだから寝れるの。でも一回だけ乗り過ごしたことある、一駅。起きたら自分が降りたいところでも扉が開いてて、はっ、どこここはっと思ったら扉閉まって走り出してた。そう、一回だけ。そう、一回だけ、そう、一駅その乗り過ごしたことある。
って起きて、うわここどこと思って、寝ぼけてるからここどこか分かんないじゃん。でパッと外見たら、あれここ私が降りるところじゃねと思って、えーと思ったらプシューって言って扉閉まってた。そう、一度きり。おはようございます。そう、でもそれ以外はないですね。それ以外はね、起きるんですよ、自分が降りたいとこのちょっと手前で。新幹線でね、寝るときはさすがにアラームかける。はるみさんありがとうございます。そうそうそう、なんかバスとか駅だったら別に一駅分乗りに過ごしても大丈夫大丈夫と思うんだけど、新幹線の一駅分は何そのね、ちょっと、ね、重みが違うので。そう、一息で済んでもちょっと重みが違うので、そう、降りる5分前とかに目覚ましというかアラームかけてる。コオロギさんありがとうございます。そう、あってね、博多で見ようと思ってさ、小倉行っちゃうんだよ。結構違うじゃん。小倉ここみたいになっちゃうじゃん。そう、一息でも重みが全然違うので、そう、カズスマイルさんありがとうございます。そう、新幹線だけはアラームかけて、名古屋新横浜、確かにしんどいな、起きたらね、あれ横浜にいる。地方変わってる。地方変わるときつ。おはようございます。確かにね、鹿児島まで行っちゃったとかね、大変だよね本当に。もうだから新幹線だけはそう、自分を信じずにアラームかけてる。あとは自分を信じて行けると思って。確かに起きてない横浜でさ、あれなんだかタイムスリップしてるみたいに、瞬間移動してるとかならいいけどね、ね、名古屋のさ、扉閉まる瞬間にさ、ハッと起きて、えっと起きたらもうさ、なんか横浜までさ生きた心地しないよね、多分。はあ、寝過ごしてしまった、どうしようってやっぱ頭いっぱいだよね。いってらっしゃいませ。今日はねリハじゃない、昨日まででした、リハは。おはようございます。品川通りです。あ、そっか、ちょっとの距離なのかな、わかんない、ちょっと東京の距離感わかんないわ、難しい。前田のマーサーさん、前田マーサーさんありがとうございます。勝手に脳入れちゃった。1486匹、ありがとうございます。1486、ありがとうございます。パパさんありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。メイビーさんありがとうございます。今日は福岡の天気は何ですか。福岡天気、切腹さんありがとうございます。
今日の福岡の天気はドゥン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 曇り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 、あ、よかった、曇りなんだ、雨降るかと思った、怖くて恥ずかしい、雨ではなさそうじゃない、今日17日水曜日、曇り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 、一日中曇りですね。はるみさんありがとうございます。ねあるさん仕事頑張ってください。なんか今ちょっとカーテン開けてはいるんだけど、なんかすごい暗いから雨降ってるかなと思った。よかった雨降ってなかった。しばらく雨降らなそう、それはいいですね。あどうす、確かになんか雨降らなさそう。北の住人さんありがとうございます。やっと布団から出ました。ねえちょっと布団から出るの勇気いるよね、わかる。黄砂 PM、 あらそうなのね、じゃあマスクして過ごさなきゃね、できるだけね、喉とかいったてててててってなったら大変ですからね。おばあさんお仕事頑張ってください。高秀さんありがとうございます。土日雨でキャンプの予定、ああそういうこと、野球、おいキャンプいいね、キャンプいいね、キャンプとかしてないわ最近。いいね、飯盒で炊いたご飯とカレーが食べたい、カレーが食べたい。グリくんさんありがとうございます。落ち着いたらカレー作ろう。アーモンドカリーの甘口です作りたいカレーは。ひよこさん、すごいよそれも。みんなはさ、お家でさカレーを作るとするじゃないですか。私自分でカレー作るときに何も付け足したことないんだけど、みんなはお家でそうやってカレーを作るときに絶対にこれは足せようみたいなものある？それこそチョコレート入れるって人もいるしさ、コーヒーを入れるっていう人もいるじゃん、それなんか違う量を2種混ぜるみたいな人もいるじゃん。はちみつ？ヒロタールさんありがとうございます。私カレーだけはね甘口が、まあ、辛いのも食べれるの好きなんだけど、そう好んで作るのは甘口です赤ワイン上隠さないですかはじめて聞いたカタカナだ、なんだろうそれ。おはようございます。醤油すごいね、みんな隠し味する方もいらっしゃるんですね。リンゴ、うん、お父さんのカレーはもう分かんない、 何使ってるか分かんない。いいな、ってかお父さんが作ったココナッツカレーが食べたい。お父さんが作るカレーはちょっと辛いので、辛いカレーも全然好きですよどっちも好き。子供の頃から辛いの得意だった、割と食べれてたかもしれない。結構そのお父さんお母さんお兄ちゃんとかが辛いもの食べてたから、ちょっとちょくちょくもらったりしてたんですよ。そうちょっとちょうだいって言ってもらってたりしてたから、それでだんだん慣れてったのかな。デルトカレー逆に、すごい初耳かく安い、うんー、まあ、キーマ、私ちょっとバーモンドカレーの甘口
そう、辛いのもね好きだよ。田中家みんな辛いの得意だと思う。なんか好きな中華料理屋さんがあるんだけど、そこに麻婆豆腐とチン麻婆豆腐、その辛い麻婆豆腐があるんだけど、そう、家族みんなでそれを食べます。美味しい。おはようございます。結構家族揃って辛いの食べちゃう。美味しい。そこの中華料理屋さんが超美味しいなんだけどね。今53分なので55分になったらランキングを見ます。韓国の辛いラーメンを、ね、食べるよ。食べるし、そう、日本の辛いラーメンも食べる。ちょっとイントネーションどれかわかんないんだけど、あのローソンに売ってる隣どっちか、ちょっとイントネーションわかんないんだけど、ラーメン好き。血液の辛い、うん。でもイントネーションどっちか分かんない。隣か。そう、セブンではあの中本のカップラーメン買うけど、そう、ローソンでもし買うってなったらこのカップラーメン買う。これ隣？これ美味しいよ。私は好き。わかんない、カップラーメンって結構さ好み分かれるじゃないですか。私はこれ好きよとか、私はこっちの方が好きよみたいな。そう、わかんないけど、私はね、そう、ローソンで買うならこのカップラーメンが好き。なお教えてください。ありがとうございます。そう、まあ、いつか食べてみてください。ふふふ。北さんありがとうございます。じゃランキングを見たいと思います。結構目開いちゃった、どうしよう。そう、辛いけど、辛い、うん、美味しいですよ。13位メイビーさんありがとうございます。12位シャキシャキキュウリさんありがとうございます。11位ゴーちゃんありがとうございます。10位ケロックニさんありがとうございます。9位タカヒデさんありがとうございます。8位イーイさんありがとうございます。7位高秀さん、変わったこれ。他にもなんかよく分かんなくなってきた。13位メイビーさんありがとうございます。12位シャキシャキキュウリさんありがとうございます。11位ゴーちゃんありがとうございます。10位ケロックニさんありがとうございます。9位タカヒデさんありがとうございます。8位イーイさんありがとうございます。7位ハルミさんありがとうございます。6位パパさんありがとうございます。5位キタさんありがとうございます。4位タッちゃんありがとうございます。3位ただの魚さんありがとうございます。2位切腹さんありがとうございます。1位北の住人さんありがとうございます。それでは今日も見てくださり聞いてくださりありがとうございました。今日も一日一緒に頑張りましょう。私も今日はちょっと一日長いので頑張りたいと思います。皆さんもお仕事気をつけていってらっしゃいませ。ではでは皆さんいってらっしゃい。バイバーイ。